皆さんどうもピーマンドです。今回大谷翔平の二刀流物語実況5回目は4月の28日のソフトバンク戦から始めていきますのでね、こちら4月最後の投げる登板にもなりますし、初めてのソフトバンク戦に登板ということにもなるんだよね。前回ちょっと西武戦でしょうもない炎上をかましてしまいですね、防御率も一気に 1.70 まで上がって、まあこれさえ投げればですね、月間 MVP も取れたかもしれない。まだ取れるチャンスはあるけどもね、現在防御率ランキングではリーグ5位、勝率ではリーグ3位ということになってますので、まあこの登板次第で決まるんじゃないかな、4月の月間 MVP がね。最後ここで好投していきましょう。相手はソフトバンク、強力な打線が揃ってる。2015年のソフトバンクとかめっちゃ強いソフトバンクやからね、抑えるのはなかなか困難ですよ。イーデホもいますしね、この2015年はね。ほんで柳田の全盛期でもあるし、あらら怖いですねこの打線。バンデンハクとの投げ合いになるわけだ。しっかりと抑えて勝っていく、それだけ。さあ大谷翔平だ、逃げれるなら一目散に逃げたいところではあるが、立ち向かっていくよ。ここまでまあ西武戦の印象はあったとしてもね、優秀な成績には変わりはないですからね。自慢の速球、いろんな変化球を使って抑えていこうよ。先頭バッター中村晃は3割4分という打率を残して、現在打率ランキングでは3位なんだね。1位がうちの田中か。かなり打ってる選手、リードオフマンとしては怖いね。まあでもホームランに関してはここまでゼロだからね、長打っていうのはないのか。いやでも簡単に抑えれる選手ではないでしょう。いろいろと球を多く使いながら塁に出さぬようねしていかないと。うわー、フェアゾーンに飛ぶ。ほんで長打っていうね、長打はないでしょうって言った瞬間これかい。早い、いきなり失点のピンチっす。さあここで川島も4割っていうね、恐ろしいだろこの打線ね。てっきりバントしてくるのかなと思ったらバントは来ないんだね。うわーここも当てられて、いやしかし正面だった分助かったね。はい、ワンアウトだ。打球も強かったからね、正面だし。ランナー三塁には行けずだよ、進塁打にすらならない。んで柳田悠岐、ギータだよ、それも全盛期のやつね。打点ランキングでは現在18打点でトップ、2位ですね。デスパイネが30打点とすげえな、怖え。トリプルスリーを初めて達成した時だよね、この時の柳田は。圧倒的なシーズン成績を残してましたから、出塁率も4割並ぶとかあったんじゃないかな確かね。恐ろしいよ。うおー、真ん中に行くも結果空振っての。さあ最後はスローカーブで勝負を決めたいとこではあったんだが決まらずか。やっぱ落ちる球かな。当ててくる、正面だ、これも助かった。はい、2アウト。ヒヤッとするね、普通のバッターなら三振だぜあそこで、なんで当てれんだよ。内川だ、怖いぞ。柳田を抑えたからはい終わりじゃないんだよねこの打線は。むしろ柳田を超えてからが本番というところでもあるからね。おい三振、ここはフォークで内川を三振に取り、アウトに取り、切り抜けたわ、危ねえ。さあバンデンハークからすぐ打ってほしいんだけどな。どうだ、手も入るか。中田翔打ってくれ頼む。おーで、レアードン繋いで、レアードもフォアボール。さあ、田中、スタイムリーデューベース、走者一掃だ。ありがとう、さすが首位打者なだけあるね。4割打ってる理由も納得だよ、お前。いきなり田中がやってくれたね。さあ、3点入りました。さあ、イデホだよ。2016年にね、メジャーリーグに行って、2016年に行ったのかな。そうですよね、確か。マリナーズでやったんだよね。先頭バッターを出してしまいました。マリナーズではそんな活躍できませんでしたから、すぐメジャーリーグからね1年でいなくなって、今韓国のリーグでやってる選手ですよ。まあ、軽々と打たれたけどね。メジャーであまり通用しなかった選手に打たれてたらメジャー行って何するんだ。さあ次のバッター長谷川を抑えよう。いや今日抑えてるけど抑えた感じはしてないよ、全部捉えられてるからね。柳田の凡退にしても今の松田の凡退にしてもね、いい打球打たれすぎ。さあここでご自慢のフォークで三振だ。お、抜けてゆく。被安打もうすでに何本よ、3本か。
打たれてんなよくね、バッティングセンターじゃねえんだぞ。お、細川の打球は1球と終わったね、簡単だ。イエス、ピンチを招くもここもゼロだ。ただなんか次のイニングあたりに何かが起きそうだね。3回のマウンドはこの中村から始まるとこだからね、いきなり軽々といい打球を打たれた中村からね。いや慎重に攻めて、そして抑えていかないとまた同じようなピンチを招いてはならない。よし、ここはショートフライ、レッドゴー。まず一つ、うわっ、ぶなー、正面だから助かってるってだけじゃないですか。本当にね、レアードの守備力にも助かってるわな。いい打球来てんの全部取ってるよ。さあ大谷 VS 柳田、今日2度目の対決だ。1打席目はファースト正面の強襲の打球ね、結果を抑えたってだけ。内容じゃ負けてる。よし、ただ次は内容でも勝てる凡退でいきたいね。まあ一番の理想はバットに当てささないことでしょうね。あー、選球眼もやべえな。またストレート系得意な選手ですから、なかなかストレートも投げづらいっていう。おいー、いいとこ決まった。ここは絶対打てない、角も角だよ。さあまたフォークでちょっと三振狙いに行ってみようか。見てくるね、これが自慢の選球眼、やばすぎるぜ。カーブ系が苦手なんでね、スローカーブ、インロー、苦手なコースへ。うわー、ちょっとでも球威がないとこのように打たれるんだね、マジかよ。どこ行こうかな、外から入るスライダーで行ってみよう。こんにちはボールで、こんにちは大谷翔平です。弾き返されるも大丈夫、 OK、 正面だ、よかった。なんでもなんか抑えてるけど、本当抑えた感じがしないね。なんか力で打ち取ったというより、なんか柳田がミスってくれてたから結果アウトになってるってだけの感じが強いわ。まだ対決はありますから、次こそは大谷が抑えたっていう、そういう抑え方でいきましょう。やっぱね、ストレートがね投げれない分ね、なかなか空振りも取れないし、変化球オンリーになってしまうからね、当てられやすくもなるよね。おい、内川軽く三振。わー、どうだ、イエホの打球はまた落ちる。おいおい、メジャーリーグ失格の選手からよ、2安打打たれた大谷ってなんやねん。海渡って何するつもりやねん。うわ、これもかい、フォーク当てられての。厚尾もまたメジャーリーグに行こうとしてた選手ですからね、まあ、結果日本に残りましたけど、まあ、日本に残ったというか契約がなかったというかね。そんな男にまた打たれたよ。メジャーリーグに行って活躍できなかった選手と、メジャーリーグにすら打てなきゃいけなかった選手に打たれるっていうね、かっこ悪いな。絶対抑えてやる。ダメか、ダメか、スライダー、うわー、ファール。ストレートでいこう、ここは自分の信じた球で当ててくる。いや、球威のない球が続くんだよね、タイミングミスってるからか知らんが。スローカーブはどうだ、決まった。おいー、これはベストピッチ、こういう一球ね、投げれば打たれることはないから、今のはもう完璧でしたね。あそこでスローカーブ選択したこともそうだが、完璧なタイミングで投げれたからこそのこの三振だよ。じゃあ今日4個目、まあ、いつもと比べたら三振は全く取れてないけどね、4回の時点ですでにね5個6個奪う選手ですから。当てて、またフォーク抜けていく。ホームはどうだ、行かないにしても、うわーっ、フォークやめた方がいいかもね、全部フォーク打たれてんだもん。軽く当てられすぎだぜ。で、細川もうここは楽だ、打たれることがまずない、打たれてはならない。ここでしっかり食い止めたいですね。はいはい、もう当然だね。はい、もう余裕ですよ。回じゃなくてよかったわ、回だったらこんな楽には抑えれてないからね。一人のバッターとして見てないですから、こっちは味方として見てるんでね、抑えて当然だよ。おい、さらに追加点入ったね、5点目だ。もうこうなると大谷翔平のショータイムの時間だね。行きましょう、援護はたくさんくれたんだから圧倒的にね、今季4勝目ですか、あげるチャンスだよ。さあ5回中村から始まるところ、援護もたくさん入ったんだ、勝利投手の権利がかかったマウンドになるからね。このイニングくらい楽に行きたいけどね、ちょっと打たれながらここまで来てるんで、ここもやね、また中村に打たれて今日3打数2安打。よし、これはゲツゲツゲツ、 OK、エースヒットエンドランでしたけどね、飛んだとこが良かったわ今のね。これで2アウト。さあ柳田との対決、またランナーなく迎えることができたよ。1打席目はランナーがいましたけどね、ここ2打席
ランナーがいない状況での対決が続いてますから。エイス、今日まだ一度も打たれてないよ。さあここでストレートいってみよう。うわーで弾き返されるもアウトだ。やっとつんなー。相手の得意なストレートを投げたんだが2球目で勝負が決まったね。これもだからね、ただそこに飛んでくれたからってアウトなんだよね。打球自体はいいの打たれてますから、ただ正面だったっていう。まあ、でも結果だけ見たら今日はね、柳田を抑えて 3-0 ですから、いいよ。さあ今日の球種内容はこのようになってますね。ストレートを全く投げてないというね。ストレートがその他の中に入ってるっていうおかしなことやっとるで。ストレートで押していくピッチャーなんですけどね、今日は変化球でという、そういうピッチング。まあでもストレートでいってたらここまでゼロでいけなかったんじゃないかな。うわーもう甘い甘い、あんな球投げるからだよもう。今日一度も抑え打たれてなかった、それどころか三振を奪ってた内川に打たれる。何か始まりの鐘が鳴り響いてないか今ね。はい三振、井出穂今日初めて抑えた。うわーどうだ、正面だ、助かった。というあと、おい吉村送ってきたね。今誰のとこ代打だこれ。7番って誰だったっけ。あ、長谷川か。長谷川のとこ代打送ってきたね。それがどう出るか。まあどうも出ないと思うけどね。いやどう出たわ、もうタイムリーあかんぞお前、代打成功じゃねえかよ。はい三振、ここは自慢の武器でね、またもランナー許すも三振だわ。さあ7回表のマウンド任されましたね。まあ当然か、今日もまた完封、まあ点差あるから当然完封で生かされるわな、うん、ですからまだ柳田との対決は残ってるよ。てかこの細川のとこで代打をくれや。対戦相手がねそういうのもおかしな話だけどね、まあ、苦戦しながらもなんとかゼロで来てるんだからね。ここまでゼロで来れたんだ、ここからもゼロだよ。よし、はい三振、オッケー。大谷翔平のショータイム。さあ8回のマウンドになりますが、守備固め送ってきましたね。そしてこの8回は柳田から始まるとこだからね。今日はまだ一度も打たれていないが、まあ全部捉えられてるわな。行くぜ。まず初球、あえてストレートから行った結果、うわ内野安打になるんじゃねえかこれ。どうだ、内野安打だ。弾かなければ、打球自体はそんな強くないよ、取ってほしかったんだけどね。ほんでまた盗塁もできる選手ですから。なんだろうな、今日初めて打球的には抑えてた打球なんだけどね、勢いはね。でもそれがヒットになるっていう、まあ点差もあるし、ここも盗塁は警戒せずね、まあもうするんだったらどうぞって感じだね。バッターとの対決に集中しましょう。自分の好きな球投げればいい。もうこれはまず大谷自体にクイックの悪い能力がついてるからね。ですからもう諦めるしかないよ。うわーでここで右打ちも大丈夫、佐藤が取った。うわー当てて1、2塁間、おいおいおい失点するぞ、完封でいけないぞこれ。いやもうちょっとスタミナ切れそうなんでね、ベストピッチで投げれない。いやんだもうすでに11本、こっちが5失点しててもおかしくない。きつっ。よしで苦手なフォークで三振。よいっす、厚を全然厚くね、サムサムじゃないですか。サブオーって叫んでいいよ、球場が凍りつくと思う。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。10個目の三振を奪い、そして吉村、8回のマウンドはこいつで終わろう。よし終わったね、センキュー。さあ完封でいけるか、あとアウト3つね。ここもゼロで切り抜けた。柳田今日初めてのヒットを許したんですけど、まあでもあれついてなかったね、大谷がしっかりと補給しておけばそういうこともなかったからね。さあ行きましょう、今宮、細川、ほんでまた中村回るとこですが、その3人を抑えれば今日はそれで終了する。簡単な1日だよ、今季初のソフトバンク戦で完封でいけるとはね。よーし、まず1つ軽々抑えてワンアウト、センキュー今宮。ソフトバンクファンからのブーイングも想像できるよ、もっと慎重に行けやこの野郎っていうね。初球って問題だからね、一番タチ悪い問題だわ。はい、もう勝負あり。この時点でもう細川は何もできない。ほらね、何もしなくていい。もうなんならバット持たなくて入ってもいいで。なんならもう打席入る前から三振コールでもいいかもしれないね、審判が。
バッター細川三振。いいよもう打席に入らなくていい。次のねキャッチャーとしての準備しておいた方がいいわ。さあ楽に2アウトあと1つで完封ということになるが、よし追い込んだ。自慢の最後は、いやストレート、あえてここでストレートいくよ。なんでそのストレートでアウトだね。レッドゴー、完封勝利ですよ。いけたいけた。今季初のソフトバンク戦、まあ何度もね投げる機会はあるだろうけどね、この先ね。11安打と打たれながらも0失点、対してこっちは6安打で5得点取ってますからね。おかしなことやっとるで。前回の炎上の分は取り返した。今季4勝目はこの最強ソフトバンク打線を抑え上げたよ。さあこれで4月最後の登板を終えたわけになりますね。勝利数ではリーグトップの4勝目を上げれてます。防御率も見る限り 1.40 ですから、この後月間 MVP の発表もあるんでね。いや4月取れたんじゃないですか、よほどのライバルがいなければね。あ、来ましたよ4月の月間 MVP は、セリーグは投手ではマエケン。そうだマエケン、この時いますからね。2016年に海を渡りましたから。マエケンの月間成績は 0.91、 5試合に投げて3勝だね。すごすぎるな。でバルディリス、おいよ意外なやつが取るな。今バルディリス何してんだよ。3割6分5厘打って5本塁打15打点だからね、納得の数字だわな。でうわー、オリックスの透明意外すぎんだろお前。成績は4勝で 1.25、 大谷よりも上だわな。そら取れんわ、嘘だろ。大谷逃しましたね。ほんで野手では月間 MVP デスパイネ、まあこれだけの打率プラス打点ですからね、やばい。31打点ですからね、1ヶ月の打点記録作ったんじゃねえかなっていう勢い。はあ、まあでも大谷が取れなかったのは残念だな。まあしゃあない、透明がいい成績残してましたからね。4月の月間 MVP こそは逃しましたが、まあこれを続けていれば5月6月と取れると思いますのでね、いいでしょう。さあ投げる試合は終わり、次は打つ試合がやってきたかな。6番指名打者いきましょう。さあ今日の試合、大谷の打席はワンアウトランナー1塁3塁という得点圏でやってきたよ。今日は左ピッチャーですから、いつも以上に打つチャンスはあるでしょう。対右より対左の方が能力は高いですからね。つってもミート力はいいだけどね、対左どっちしろ低いことには変わりないという。わあ、もう軽くって凡退してんじゃないよあなた、もったいない。打席目ランナー満塁できましたよ。おいおいおい、それもノーアウトだね。行きましょう。今季第1号はこの舞台で打つしかないでしょう。チームももうすでに6点取ってるからね、こんな場面で犠牲フライとかそんなんいらんぞ。打ってヒットもしくはホームランで結果を残すしかない。この場面のお前犠牲フライとか最も意味のないことだわ。まだ凡退する方がマシなレベルだね。ただスリーボールとストライクゾーンに球が来ない。ここでようやく1球入ってきたね。ストライクでこれ当たり前だよ、フォアボールはいらんぞ。ここも入れてきた。さあフルカウント、打つ球はないぞ。はい来た、ありがとうございます。完璧に弾き返したね。イエース、フォー満塁の場面で、これちなみに得点圏初安打になりますからね。タイムリーヒットも初めてですから、完璧に弾き返した。甘い球だったからできればホームランにしたいとこだったけどね。2回の時点でもう11点入ってるっていうね。そう、大谷3打席目をもう4回に迎えるというね。今日間違いなく5打席目、6打席目ありますわ。あーどうだ、あーい抜けましたね。今日2安打マルチヒットは初めてですよ。でも9失点してるし、いつの間にか。おいおいおい、試合自体わかんなくなってきてんじゃねえかよこれ。いやまだまだ打たないとね。バントのサイン出てますが当然無視だよ。ここは打ちに行く、初めての猛打賞といきましょう。ここまで2安打打ってるんだからね。なんでこんなゲームになってんだよお前。終わってみればロッテに負ける展開あるぞ。うちのピッチャーも燃えてんじゃねえか。おいっす、ここではフォアボールですね。ああまた打線爆発だね。おいで、また満塁で大谷回ってきた。1試合2打席の満塁の打席だよ。たださっきと比べて2アウトですからね。お前一巡じゃねえか。この6回また打席回ってきたぜ。さあ2度目の満塁の打席で打てるか。満塁打席がさっきで初めてだったので、1試合に2度訪れるとは。打ちてえなホームランという形でね。ただ打てる球ねえんだよな、簡単に追い込まれてるし。うわー今のも打ちたい1球だったな。甘いぞ。5球目は何で来るか。おい、どう、わーダメだ、全然届いてないわ。びっくりするくらい届いてなかったね。ホームランでも何でもないよ。
今日6打席目、やっぱ6打席回ってきましたね。チームはこのままいけばもう負けることはないと思いますので、あー残念、6打席目では打てず猛打賞とはならず。終わってみたら16対10っていうね。でヒット数もね、12安打と10本ですから、ヒット数の割にはなんか入りすぎなような気がするんですけどね。もうヒット以外にこれフォアボールとかそういうね出塁も多かったんじゃないかな。じゃないとこんなさすが入らないでしょう。あ、やっぱフォアボール多いわな、これ見てくれよお前フォアボールも12個くらいあるんじゃねえか。ひどくねえか。まずうちのピッチャーたちがフォアボール7個でしょ。ほんで相手ピッチャーは全部で13個ですからね。13個のフォアボールに12安打ですから、そらお前16点入りますわ。当たり前の話だよ。クソ試合じゃねえか、ただのね。まあ大谷その中で初めてのマルチ安打ですからね。ただ一発が出てないんだよね。ホームランもお前の魅力だろう。分かってんだよ、そんなことはね。なかなか出ねえ。2安打打ってファンがいなくなるってどういうことやねん。2安打打ったという事実を褒めろよ。なんでそこ無視してファンいなくなんだよ。それファンちゃうであんたね。おーっと、謎のお休み。What？ なんで今日出さねえんだよ。意味がわからねえ。打者としても結果を残し、ほんで、まだ次投げる試合まではあるんですよ。移動日も挟んでね。ほんで、まだ次のロッテ戦もあるのね。このカードはロッテ戦3試合なんですけど。なぜか休み、いつものパターンなこの2戦目も使われるんですけどね。意味がわかんねえ。もうなんで休みにしたんだよ、お前。こんなんじゃ20本なんて打ちたくても打てねえよ。打撃で結果残した次の日くらい使ってくれよ。なんで行方見守らないとダメなんだよ。どうせクソ試合だろ。面白くね。そのせいで負けてんじゃねえか。じゃあ今回の動画これにて終わりにしてですね、これ次回楽天戦登板予定、5月最初の試合になりますから、まあ、4月の月間 MVP 取れなかった悔しさをね、この5月でぶつけて次こそは取れるように頑張っていきましょうよ。また次回楽しく見てくださると嬉しいです。ここまで見てくださったみんなありがとう。グググググバイ、またおう。